皆さん、こんばんは。京橋サイクルエリアマネジメントの野崎でございます。芸術文化講座、ご視聴いただきまして、誠、まあ、にありがとうございます、えー。本日もこちらのスライドにあります、京橋サイクルミュージアムタワー京橋、京橋そこの16階のです、ね、カフェから無観客、オンライン形式で芸術文化講座をお送りしたいと思います。 えー、本日はこちらのスライドにありますように、アーティゾン美術館教育普及部長の貝塚さんにお招きしまして、重要文化財に指定されて、このアーティゾン美術館に所蔵されております、えー、藤島武二、青木茂、この2名の画家の2作品、それぞれ2作品ですね、合計4作品、こちらをご覧いただきながら、2人の偉大なあ画家の作品、 について語っていただきたいと思っております。えー、本日のタイムスケジュールでございますが、えー、ただいま挨拶を終わりましたあと貝坂さんの方から7時40分ぐらいまでギャラリートーク的にお話をいただきます。えその後、7時40分から質疑応答の時間を設けておりますので、えー、YouTube のチャット欄からぜひ、えー、ご質問、ご感想、 含めてて送っていいたただけるとありがたいです改、えー、田さんの経歴をまずご紹介しておきたいと思います。えー、小池財団法人、しばし財団、アーティトン美術館の教育普及部長でいらっしゃいます。1919年にブリジストン美術館、学芸員、学芸課長、学芸部長を経て2018年から 現職でいいらっしゃいます専門は日本近代美術史、美術館教育、博物館、博物館学ということでございます。えー、今まで企画されたあ展覧会はここに書いてあります。多くの展覧会を企画されたご経験を持っていらっしゃいます。それでは、改、え、坂、ー、さんをご紹介したいと思います。

この2人の画家は、えー、実は重要文化財に指定されている作品が2点ずつあるんですね。うん、そういう評価を受けている画家なんですがその1点とか,点とか合計4点がたまたまアーティスト美術館に所蔵されています。でさらに言うと今まさに展示室に飾られている。えー、と実は9月5日まで ずっとこの要作品はご覧いただける状態ですので、えー、今日おおお、この講座をお聞きい,いただいた方は、ぜひ1つ5日までに足を運びいただければというふうに思っております。トロ要作品ですね、実、え、は、ー、この予定は、えー、1902年、それから4年、1904年、それから1907年、1908年から9年、 というふうに20世紀の最初の10年代に立て続けに書かれた絵なんですね。立て続けが書かれた絵です。<laughs> <laughs> えっと、いわば20世紀の最初の10年間を代表する、日本の20世紀の最初の10年間を代表する油絵ということが言えると思います。えっとまあ、どんな時代だったのかというと、例えばこれ絵が書かれていました。 えとルノワール、バーデント・ルノワール、それからバーデント・モレ、えー、それから黒イキ、紀、えー、岡田三郎介、えー、こんな人たちが、まあ、こんな絵を描いていた時代ですね。で、えー、とこういう時代になって、えー、藤島武と青木氏は、実は日本の中で一番エッジが立っていた、エッジが効いていた画家だということは言えると思います。えー、とで、さらに言うと、お その1900年代っていうのは、えー、こんなにも書かれは本、ね、もかかわていまっん、えー。これいずれも私どもの美術館のーの作品で、えー、とモンドリア以外は全て今展示されています。セザンドラ、アクダルトシバで手を入れていたヤワブエ、マチスを入れています、ね。それからモンドリア、うん、カンディースキーという。 えと20世紀のビ、まあえー美術の中では、えー、最も偉大な発明の一つである抽象絵画というものが生まれる直前の二人の映画というのが、えー、今、アーティストビースト飾られています。これは、えー、今、生まれるご点というのは、えー、と20世紀の頭の時点で、えー、最も精鋭的な最もこう前,前のめりだった人たちの映画なんですね。 こういう絵は、えー、パリ、えー、あるいはフランスーオランダドイツどこかで描いたわけですけども、こういう絵の動きというのは、えー、ダイレクトには当時日本には来なかった、入ってこなかったんです。入ってこなかった。えっ、ー、と、えー、ちょっと遅れて入ってくるんですが実は、まあ、細かい話なんですけども、1910年頃からちょっと状況が変わってきて1910年 という年を過ぎてからは、えっ、ー、とヨーロッパの最も新しい動きというのが、ほぼ時間探しで日本に入ってくるようになったんです。えー、とそうすると、当時の日本の画家たちというのは、目まぐるしいと思ったりしちゃないんですが、そういうヨーロッパの美術の動きというのをさまざまに吸収して、まあある人は混乱をしていったり、ある人は、えー 部分的に自分と寄り添うことを取り入れたりするわけですけれども1900年代1910年より前の時代はゆっくりとヨーロッパビジネスが入ってきてでゆっくりとくりした入り方だったからこそそれまで自分たちがこう築いてきたものとうまくすり合わせることができたそういう得,し得意な時代だったというふうに思われます。 えー、そういう時代を代表する予定がたたま藤原定の美術館所蔵、えー。まずこの絵からお話をしたいと思います。えー、藤島定次が、えー、35歳の時に書いた天平の重荷という絵です。えっ、ー、と藤原定子こういう人でした。あのお自画像お36歳頃の自画像こんな人だったんですね。 えっと、この、ご紹介する、あ、危ないよりも、ちょっと前ですね。えー、一年前と夏に、え、吉沢明子という歌人、えー。女性の歌人が、えー、御手洗神という歌集を出しました。で、この歌集のお、表彰のデザインをやったのが藤島竜二。えっ、ー、と、御手洗神は、まあ、皆様、あの、ご存知かと思うんですが。 ここういう,、えーう,いうまあ、片手で取れる大きさで、えー、とーハートにです、ね、矢が刺さって血が流れたその流れた血で「乱れ神」という字を書いてるんですね。でこのハートの中に,中には女性の横顔が書かれている。 えとすごくこう情熱的というか感情をデザイン化したそういう表紙ですね <laughs> こういう時代 <laughs> えと文学でもあるいは美術でも,術でもロマンチックなものに対するこう迫っていこうとする熱意がこうある種結晶し始めていたそういう時代の最先端に藤島だけではいたわけです。 帝京の面影というのは発表された年にですね、えー、1902年の秋に帝なの中に出るわけですけども、えー、10月12日読売新聞にインタビュー記事が載ってます藤島武二本人に新聞記者がインタビューをして、えー、それでいろいろ話を聞いてるんですが、えー、と藤島武二氏いわ この科学に,<格>に至った動機というのは去年奈良に遊びに行ったことなんだよということを言ってるんですね奈良に遊びに行って古こが古物を少量し古い絵画それから古い仏像を味わったそれがきっかけなんだというふうに正直に彼は語っています。でその中で例えば、見た。 っていう,ふうに言ってるんで浄ね。え寺、ー、と,というのは、えー、京都府木沢川市にある、まあ、こういうお寺私は大変大好きなお寺で、えーとまあ、これ浄瑠璃寺の話自体はとっきりがないんだけども浄土式庭園という平安時代の終わり頃に流行ったそういう典型的なお庭,に囲お庭を囲んで、えー、塔とか本土が並んでる。 その本堂が、えー、本堂です。ね。メ様が九体並んでいる。という、うん、まあそういうことで、そのこれが本堂なんですが、その本堂のおご本堂だけ、九体の中のご本堂だけ、大体大きいんです。けど、うん、その横にですね、小ちさちい図司があって、その中に吉祥天という鎌倉時代の、えー、と仏様がおおめられているんです。これは実は秘仏。 秘仏ということになっていまして、特別回避、この図紙を開けるのが1月の2週間、週間それから春と秋の2ヶ月だけなんですね。はいえー、この時期に行くとまあ気象点だけを見に 行くっていう、そういう仏像ファンがたくさんこの浄瑠璃寺をにぎわせるという、えー、まあこの、えー、今年なんかどうなのか分かりませんけれども、えー、去年もちょっとなかったと思いますが、えー、普,通は普段の年であれば、えー、この吉祥寺が見られる時は非常に混むという、えー、そういう仏像なんです。えー、でその仏像をですね藤、えー、島までにこうやって描いてるんですねスケッチしてるんです。 で今は書店を見ると図紙の中に入ってます,てますから正面からしか見られないんですが、うん、どうもこのスケッチブックを見ると、うん、後ろからも横からも描いていてどうも図紙か,から出した状態で見ているようなんですね。で、えー、と全体、えー、そんなに大きくない仏像ですけども全体像それから顔だけ横顔なんていうふうに描いて、えー、スケッチしています。 大変、えー、藤島武二が起死書店に感銘を受けているということがわかるそれからこの闇売新聞の記事の中で、えー「第五次三方位の過去因果教」っていうのを見たっていうんですねでこれ、えー、多少あの表記が間違ってはいるんですが「えー、と現在過去因果教」っていう奈良時代にいくつか書かれたお,お経があるんですね、えー、略して「遠隠河教」っていいます遠隠河教っていいます でえー、とこれ奈良時代に書かれて、えー、その面白いんですが、えー、と細長いこう巻物の下半分が字なんですねでこれお釈迦様の前世から生まれ変わって、えー、で最後お釈迦様として生まれてで最後お悟りを開くまでその物語がずらっと書いて,書いてあるでその字の物語のその場面場面を上に上半分にてで 絵と絵ですね。その物語を絵で表すっていう絵が描いた。上半分が絵で下半分が字というそういうお経なんです。でこれがえっ、ー、と完全には揃ってないんですが、えっ、ー、と浄本連大寺っていう京都のお寺、それから第仏寺、これも京都のお寺なんですね。ここに分かれて伝えられています。えー、それからえっ、ー、と断簡こう切っちゃったパーツパーツがですね、えー、M.O.A. 美術館とか東京国立博物館、えー、それから後藤美術館などにもこう所蔵されている。 一貫揃っているのは、えー、縄文連代字一つ、それから大文字一つ。で、この縄文連代字のこういう長い巻物のほんの一部ですが、こんなスケッチをしているんですね。こんな、えー、こういうスケッチをしています。これそのお経の中に出てくる部分図を藤島武次が、えー、スケッチしている。もう天平のお墓書とお分かりですよね。どうもこれをパック使って描いている、描いている。 この女性が持っているのは「久保」という天平時代に日本で使われていた楽器ですねあの弦楽器です、えっと、ここでさらに「正倉院行物の家美人」を見たっていうふうに言ってるんですがえっとお 樹ジ美人図というのは木の下に女性が立っている絵のこうざっくりした全体を「まあュカビジーンといいますが特に正倉院の樹下美人図は鳥の毛がもともと貼り付けられていた部分的に貼り付けられていたらしいということから「トリゲリュージョ図屏風」っていいますがそのいくつかをスケッチしています。スケッチして でこの、えー、と私どもの美術家に「画工集」という600ページの藤島拓司のスケッチブックがあるんですがその中に、えー、こういう隠画経それから、えー、東大のの階段院の扉絵の模写これも久保を引いいています、えー、それから正倉、えー、院御仏の号、これ奈良時代に作られた号という楽器、えー、これ難しい字ですが号と読みます雲、えー、この楽器そのものをスケッチして。 スケッチしているんですね。こういった絵があって、これをひっくるめて天平の面影という絵に利用している。で、これえっと1910年あの天平の面影を描いてから8年後ぐらいなんですが、これ藤島隆氏えっと東京の文京区本郷にあった藤島隆氏のアトリエです。藤島隆氏がまあ、くつろいでますが、よく見るとこの奥ですね。えっとここに久保の これはもちろんレプリカ本物ではありません。えっ、ー、と複製ですね、えー。複製があっておそらくこの複製の複号をモデルに持たせてアトリエで、えー、描いたんだろう、えー、天平の、えー、天平の模様を描いたんだろうというふうに思われます。えっ、ー、とこういう儒家美人図それから絵陰画経の部分図そういったものをひっくるめて、えー、こういう絵に仕立て上げている仕立て上げて。 でもちろんこういう古い巻物と違うのは、えー、と背景をこれ金、えー、と黄色に塗,塗りつぶしているんですねそれからこういう腰壁があって、えー、この腰壁になんとなく模様がある、まあ、これどういう模様なのかよくわかりませんそれから横に立っているのは霧です霧の木が紫の花を咲かせているそういう,う パあのパーツをですね組み合わせて書いています。でちょっと面白いのは、えー、と美術新報ポっていう雑誌美術雑誌に、えー、このこれが載ってるんですね載ってるんです。でこの洋服を見るとちょっと違いがある違いがある、えー、というのは、えー、と葉っぱ葉っぱの数が違うんです。葉っぱの数、えー、要するにこちらの方が葉っぱが多いんですね多いんです。 でこちらの美術新報はおそらく出品された当時、えー、初めて絵が多くの人たち見られたときに撮った写真で天台が終わってからおそらく藤島武次はちょっと葉っぱが多すぎるねと思ったんでしょうこうやってちょっと塗りつぶしているんですね、えー、塗りつぶしている、えー、このことはわかりますそれから面白いのはここの題名がですねえっ、ー、とまあ天平時代の面影っていう題トタイトルですけどその下に パンドデクラ、デコラチーフっていう言葉が入ってます。これ、当時どのくらいの人が分かったか、理解できたか分からないんですが。パンドデコラチーフって、装飾パネルっていう意味なんです。装飾のための絵画なんだ。っていうことを、おそらく。藤島武けし自身、あるいは、これを、絵を当時見た人たちが。えー、そう理解していた。っていうことがわかります。で、装飾って何なんだろうか。っていうと、その頃。 当時の日本で非常に評価が高かった絵描きにシャバンドっていう絵描きがいるんですね。これはもともとはフランスのアミアにある美術館の壁画壁画の下絵あるいはもしかすると壁画が出来上がった後に描かれた縮小バージョンかもしれません。前かかかかちょっととわらなないいでも本作作うかメインの作品は非常に巨大な 美術館の階段の踊り場を飾っていいたすするそういう壁画で,すでこれが左が「休息」というタイトル、えっと、こう仕事を休んで休息してこういう老人白髪の老人の話をみんなで聞いているっていう場面ですねこれが「休息」それから右は「働いているとこ」と「こ労働」っていう絵です。これどちらもそのアミアンの美術館の壁,こう壁を飾っている絵なんですね。 面白いのは、えー、藤島がですね、これ縮図帳っていう先ほどの学校集とは違うスケッチブックですけども、えー、これ写してるんです。写してる。えっ、ー、と休息も写してるし、それから労働も写してます。労働も写してる。えっ、ー、とこれが実物から写したのか、絵を見て写したのか、あるいはこう写真、あの雑誌とか本とかそういう印刷物から写したのか、ちょっと分かりません。わからない。 えでもこう丹念に写している図柄を写し取っているというのがわかると思います、えー、とこれは、えー、このシャバンの絵というのは美術館という空間を飾るために作られた絵画で、えー、藤島武はその時の藤島武というのは絵というのは空間をこう雰囲気を作ったり大そかにしたり それなりの気持ちを見る人に持ってもらうための空間を飾るためのものだそういう絵を描きたいというふうに思っていたわけですねそのための勉強としてシャバンドを模写していたりしますでうちの美術館には、えー、とこれ唐ラ三部作っていうタイトルですが、えー、と中国の唐の時代8世紀7世紀、8世紀、9世紀ですねその時代の焼き物、人物とか動物の形を作って で焼いた焼き物、それを利用して描いたこういう絵があるんですね。でこれえっ、ー、とこういうこう山形あるいはこう楕円形に切られていておそらくまず間違いなく何かの壁画を描こうと思った死体だろうと思われます。でその実際の壁画は作られてない、えー、制作されませんでしたけれどもえっ、ー、と壁画のための死体だろうというふうに思われます。 えっとこういうものを藤島とかやりたかったんですね。えー、結局壁画が残せなかった、実際には壁画が残せなかったけれども、えっ、ー、と空間を重ねための絵画っていうのをぜひ作りたいという希望を持っていました。それからもう一つ、えっ、ー、と天平の文書を見ると西洋美術を勉強した人はあコントラポストだってすぐわかるんですね。でコントラポストって何かっていうと、えー、紀元前5世紀。 ギリシャの彫刻家ポリュクレイトスが完成させた、まあ一人で作り上げたわけではあります。完成させたポーズのことを言います。えっ、ー、と何なのかっていうと、えっ、ー、と人間を表すのに何もしないで立ってるところっていうのは一番難しいんですね。えっ、ー、と走っているところとか槍を投げているところとか動物と戦うってところはまあ、それなりに工夫は。 方向性を見出せるんだけど、何もしないで立っているところを表すっていうのが実は大変難しい。えっと学校の朝礼みたいになっちゃいけないわけですね。えー、じゃあ何もしないで立っているところを自然ででもかつ、えー、その彫刻課題の創意工夫をこう盛り込んで表すにはどういうポーズがいいのかっていうことを多分数百年かけてギリシャジ悩んでいた。 でそこで、えー、紀元前5世紀に出来上がったポーズというのはコントラポストっていうもので、片方の足に体重をかけるというポーズなんです。えっ、ー、と典型的なのはこれ、えー、メドーベータ美術館にあるヘラクレス像ですけども、左足に体重がかかっていて、えっ、ー、と重心が左足の上に乗ってるわけですね。で逆に右足の方は体重がかかってないから、えー、ちょっとこう自由にできる、自由にできる。 えと体の左半分はこうカチッと体重を乗せるために緊張しているけれども右半分はゆとりがある。で、えー、とこれ、えー、体重が乗ってる方の足を刺客支える足で刺客って呼んだり体重かかってない方を遊ぶ足で遊脚なんて呼んだりしますが、えー、とこの左右で体重のかき方によって、えー、体のバランスがわずかにずれることによって えとこの体の中心性がですねこう微妙な曲線を描いている、まあ、S 字とかそれから X 字とかいろいろいったりしますが微妙な曲線を描いていったりする、えー、とつまり一つのポーズなんだけども緊張と主間あるいはもっと言うと性と脳を合わせ持つポーズ。 ごくごく自然なんだけども彫刻家はその人なりのいろんなものを併せ持ってこう表現できるそういうポーズというのが古代ギリシャで生み出されましたこれがメトロポリタンの彫刻それからこれがうちの美術館にあるミーダス像両方とこちらもミーダス像も左足の上に重心を乗っけて右足が誘脚になっています。で天のを見ると右足が 右足重心が乗っかっていて左足が自由になっているこれも典型的なコントラポストでこれが緩やかな、えー、と逆 S 字ですねあまあ、こうこういう S 字ですかね、えー、というふうになっている、えー、とこういう,う藤島だけには明らかにコントラポストをよくよく押さえて知っていた上で、えー、奈良時代の こういうい奈良時代をテーマにした作品というのを描いているわけです。えー、とそうするとこの「天平百武」の意義っていうのは、えー、日本の奈良時代、えー、それと西洋の古代イギリシャ、えー、そういったものを併せ持った融合させた絵になっているそれから、えー、これは奈良時代の具体的な何か物語とか それから風景とかではなくて、えっ、ー、とその20世紀を生きる藤馬武次が古代奈良時代という古代の時代に対する憧れという気持ちを造形化している。えっ、ー、と全く形のないものを、えー、こういう一つのイメージにすることができた。気持ちを表しているんですね。これ女性を表してはいるんだけども、女性を使って自分の気持ちを表すっていうことをなっている。 そういうところが、えー、天平の思うかけど大きい意義ではなかったかと思います。えー、と翌年に藤原武自は、えー、開音っていう、えー、これも古代楽器奈良時代の楽器ですね。このお弦楽器の調子を合わせている女性像。えー、これを描い,いています。えー、これ残,残念ながら残念な消失しました。でその翌年1004年には蝶、えー、というこれはあの奈良時代ではないんだけれども、えー、女性の横顔 の周りにこう蝶々が飛んでいる、いっぱい乱れ飛んでいる、えー、こういう絵を描いているんです、ね、非常に端美的な、えー、自分の気持ちというのを表している。でえー、この天票のおかげは、えー、東京美術学校、えー、藤島武次は先生をしていた東京美術学校にかけられて、多くの学生が模写をしていたと。 えっとまああのある種の学生に言わせると、えー、この女性像は学生のアイドルになっていたっていうそういう言い伝えもあります。えっとでこの天平時代というものに対する憧れ、えー、というのは、えー、藤島武次が先生をしていた東京美術学校の学生、えー、藤島の教え子えっと15歳年下ですけれども青木千にすぐ伝播する伝わっていく。えっとこれ全く図柄は違いますけれども。 同じく日本の8世紀天平時代現在の奈時代という時代を表しているでこちらは藤島は弦楽器九保という弦楽器を持っていますが青木の方はこれ女性が横笛を吹いているんですね横笛を吹いていて十一人の女性が1人の女性を10人の女性が取り囲んで音楽を聴いているそういう場面です。 えー、青木こういう人物でしたけど、まあ、自画像の方が、えー、写真よりもこう自画像の方がこうキャラクターがよく分かるんじゃないかと思います。えー、これうちの美術館にある自画像で、えー、パッと見よく分からないですねじーっと近寄ってみると向こうからこう,こう迫ってくるようなそういう迫力がある自画像です。でこれはあまり有名じゃないんでこれ、えー、実は私が一押しの「えー、っと顔」っていうタイトルなんですけどもこれ青木の自画像に間違いない。 というふうに言われているもので、これえっ、ー、と実は15センチ四方ぐらいのちっちゃい絵こんなちっちゃい絵なんですけど、色鉛筆で描いてるんですね。色鉛筆で描いていて、えー、ちょっときてるんじゃないかなっていう感じのおまあ非常に私の大好きな自画像です。で、こういった自画像を描いてた時代に描いたのが二点目の今日二点目青白いの海の幸という絵です。 でこの絵は、えー、当時7月が東京美術学校現在の東京芸術大学の卒業式卒業の季節で、えー、詳しいこと分かってます7月4日が卒業式だったんですね卒業式ですでえっ、ー、と15時の夜に、えー、東京の霊安島中央区の えと今のうちちょっと思い出せませんけど、えー、このビュージアムタワー京橋からそれほど遠くないところですね歩いても行けると,うとこ所、えー、船つき場から船に乗って、えー、立山に行きました、えー、と同行したのが坂本半次郎これ同行した時の写真ではないずっと後の時代のものですけども、えー、と青木が22歳の時同い年の坂本半次郎も一緒に行ったそれから福田種さん っていう、えー、とガジュクの青木の後輩ですね、えー、福田たれさん。えっ、ー、とで福田たれさんはまあ青木のとまあ恋愛関係になって二人は結婚しなかったんですが、えっ、ー、と間に一、えー、人生まれる男の子が生まれるんですね。で福田ランドというえっ、ー、とあの1 0奏者作曲家でもある。えー、これがえっ、ー、とどあの福田たれさんのおばあさんだったから福田たれさん。 でえー、と青木と福田兼さんの間の息子の福田ンドという、えー、と福田ンドは、えーまあ、音楽関係ですけれども福田ンドの子供の一人が、えー、と石橋栄太郎さんっていう、えー、とクレイジーキャットとキーボードを弾いていた方ですね、えー、と石橋栄太郎さんもあのずいぶん前に亡くなられましたけれども福田蘭道晩年渋谷、えー、に、えー、産業堂っていう,う居酒屋を 開いて、で石橋弥太郎さんはその経営を引き継いで。え産業道は今でも渋谷にあって、えー、あの常連さんはいつ行っても常連さんが必ずいるっていう。飲み屋さんです。であの当時東京から立山までは、えー、電車がない。それからもちろん車は車でも行けません。えっ、ー、と東京から。えっ、ー、と立山ってほぼ真南、えー、南なんですね、真南で。一晩で行くんです。 夜7時出て朝着くんです、ね、で船で行きましたで、えー、と立山市内の中の、まあ、この辺がふらつき場立山湾に面している、えーまあ、狭い方、ね、で北条という地名ですけど今立山駅があるあたりですねこの辺で船を降りてえー、とメラというここの海岸まで歩いて行ったんですね、えー、と今、えー、と車で30分ぐらいです。 えっとこれ一山やも超えるので大変だったと思いますが、4人でこう建山で降りてベラまで歩いて行ったんですね。で泊まったところはこういう家です。現在残っています。現在は青木しげる海土幸記念館という建物になっていて、これはまあ青木が海土幸を描いた家っていうことでもあるんだけれども、えっと漁業史の中では典型的な明治の網元の家。 家屋っていうことでまあそういう民族資料としても大変重要なところです。でその間にですね8月31日頃に東京に帰ってくる7月15日に館山に行って8月31日頃に東京に戻ってくるんですが戻ってくる1週間前。 8月22日に東京にいる友人に手紙を長い手紙を送っているんですちょっと差し入れりのすごく面白い手紙なんですがその中にいろいろ書いてあるんですけども泊まっている近所に阿波神社っていうのがあって寛平大社あのなんでこんなところにこんな立派な神社があるのと驚くぐらい立派な神社なんですけどもそういう神社に行ってるなんて話があります。 えっと、それから、えっと、アイドというところで、よく、あの、の海水浴場だ、よく泳いでる。泳いだっていうことを言ってるんですが、えっと、これが、そのメラの集落です。現在の集落で、え、これがメラ漁港。捉えるこれ、藍浜っていう漁港なんですね。で、淡路神社はこの辺です。それから、アイドの浜って、これなんですね。で、青木が泊まった家って、この辺りです。この辺りです。 でこの間の浜とこういう浜辺です。で絵も描いている。ア絵も描いている。でもう一つ描いています。この絵はえっ、ー、と実は現在アーティストビスカ所蔵ですけれども一時期川端康成が昔は川端康成が持っていたことがあるっていう優秀正しい来歴を持っている絵ですね。 でえっ、ー、とこうやってこの二点並べると、ついつい比べたくなるのがうちの美術家が持っている千八百八十六年に描いたモネが描いた雨のベリーズって絵なんです。なんか似てるんですね。なんか似てる。でえっ、ー、とモネはあ青木はえっ、ー、とフランスに行ってませんから、えっ、ー、とモネの絵を見たことあるんだろうかっていうちょっと疑問なんですね。疑問なんですが、えっ、ー、と、えー、これは あのどうもモネの実物を見てないとこういう表現できないんじゃないかっていう気がしないでもない。当時モネの作品、点だけ日本にあったんです。林忠正っていう画商さんがフランスで買ってきて日本に持ってきてでそれは今は、えー、あのアメリカの美術館にありますけども、えー、と青,木が青木が学生だった頃にはモネの例が1点だけ日本にあった。 それを見たのかもしれないあの。その絵はたまたまなんですが1886年この絵と同じ年に描かれたモルの絵なんです。それを見たのかもしれない何も証拠がないんですがそういうことを思い浮かべたくなるような事実ですね。でちなみにここで宣伝ですけれども10月2日から私どもの美術館でモネの展覧会をやります。 えとあの実は5月の終わりごろから始めるっていうご案内をしていたんですが、えー、とコロナのこともあって4か月オープンが伸びました10月2日から、えー、とオルセオランジュリ、えー、パリを代表する両美術館からモネをごっそり拝借をしてそれに国内のモネを合わせて、えー、モネ展をやりますも、えー、もちろんこの雨の雨メリーも出,る、えー、出ます。 でこの手紙に戻ります青木の手紙に戻りますが、えっと、最後の方にですね「今は制作少々制作中だ大きいモデルをたくさん使っている」「ワンセンデスがポッと書いてあるんです」「いずれ東京に帰ってからご覧に入れるまでは目していいよ楽しみにしててね」っていうことを手紙の最後に書いているんですねこれが海の幸に間違いないというふうに思われます。 でこれはボトルを使って描いてるっていうふうに、えー、青木は言ってるんですね、えー、手紙に書いてるし書いてるわけです。で、えっとでこの絵どうどうどうしてこういう絵を描けたのかっていうのは、えー、まああのなかなかわからなかったんですがえっと面白いのは同行していた坂本半次郎が1969年これはこの水田さじが描かれて65年後です。 65年後、さらに言うと坂本半次郎が亡くなる年、えー、日経新聞の私と履歴書に連載をしていてそこにひょっと65年ぶりで初めて言い出したんですね。なぜ,なぜお前が黙っていたんだって言いたくなるようなことなんですが、えーとえー、実はある泣の午後自分がメラの漁港に行った時に年に一度,度か二度あるかないかという大量の 場ビに出くわして、でスケッチもできずに見とれてしまったと。でそれで、えー、それに圧倒的に圧倒されて、それで宿に帰ってきて、青木繁に、まあ、こうだったっていうことを話したら。ええー、青木の目は異様に輝き、そこに、えー、海の幸の構想をまとめたのでしょう,しょう、えー。翌朝から大騒ぎのうちに制作が始まりました。翌朝から、えー、坂本八恥の話を聞いた青木が、こうイメージを膨らませて急に翌朝から書き始めた。 他の3人、えー、坂本それから福田種さんそれから、えー、森田常智というもう一人の絵描きですね他さんにはもっぱら鉄材役、えー、こちらの迷惑などお買い物屋敷でモデルの世話だ画材の改良だと追いはめれました65年経ってもまだちょっと恨んでるんですね恨んでるってことがわかります、えー、と青木の特の収集中力華やかな虚構の際には改めて驚かされましたがあの海の幸は絵としていかに興味をそそるものだとしても真実ではありません 自分が見た風景と全然違う。それはそうですよね。こんな、こんなのがん見らんは。ミラノであるはずがない。えっと、彼は私の話を聞、空想で書いたのです。えっと、これを、あの、坂本は初めて、六十五年経って初めてこういうことを言い出すんですね。で、えっと、坂本は、あの、青木が、えー、あの、もう亡くなって、えー、ずっと後にも何度も青木について語ること。書く。 機会あったんだけども、えー、この辺海の蔵さんについてが固くなに黙っていたんです。で、ラクダ同士初めてこう言い出したんですね。であそうだったのかとみんなびっくりした。あの研究者はびっくりしたわけですけども、話だけ聞いてどうしてこういう図柄がイメージできたのかっていうことがよくわからない。よくわからない。 それで、まあ、あの美術研究者はいろんなことを言ってるんですが、えー、例えば大島誠二先生亡くなられた、えー、と最後は世田谷美術館の館長をやられた大島誠二先生は、えー、パルテロン神殿の浮き彫りなどを利用して書いたんじゃないかこれは、えー、とパルテロン神殿の浮き彫り、えー、パルテロンフリーズって呼ばれる一連の浮き彫りは、まあ、細長くて長いんですけども。 こう分かれて今大英博物館やルーブルとかに分蔵されています、えっと、これ行列を書いてるんですねえっとあ、えっと、アテネ、えー、のお祭りについての行列を書いて彫、えー、っている浮き彫りなんですが、えー、そういったものが日本に入ってきていてそれを青木は利用したんじゃないかそれから永、えっと、田慶一先生は、えー、っとこれドイツの画家です。 オドラのマ、えー、マリニアーノからの撤退という戦争の中の一シーンを書いた、これも行列を書いた絵なんです。えー、これがなんと1九十八年に描かれた絵なんですが、青木の海の冊六年前ですね。これをしてたんじゃないか。これ中立比美術館であります、えー。というような説があったり、それから、えー、この前早稲田大学を退官された田尾康則先生は、ここの部分ですね、 この部分のサメを背負っているこの男の人のポーズっていうのは、こういう当時の明治時代の雑誌や新聞にたくさん載っていたスコットニューカっていうこれまああの健康薬みたいなものですね。これえっ、ー、とこれ北欧の漁師がこれタラです。タラを背負ってるんですね。でこのタラのえっ、ー、とコットリバーオイルあのタラの えと肝臓、肝油ですねそれを薬にしたものがスコット・ニューカーっていうんですがそれの宣伝が、まあ、あのこういうものが明治の新聞雑誌に、まあ、しょっちゅう載ってたわけですけどもこういったものを利用したんじゃないかっていうふうにおっしゃってるんですね。です、えーえー、見てなかったはずまあ、えー、いろいろな人がいろんなことを言ってるんでじゃあ貝塚説も出そうじゃないかっていうことで。 で「私は絵じゃないお祭りそのものだ」っていう説をまあ出してこれ別に学会では認められてませんけども、えー、これ「えー、お祭り説」っていうのを出したんですねでこれ、えーと「阿波神社」ああの「青木が手紙に書いていたりする阿波神社」「これの、えー、と年一番の例祭」という一番大きいお祭りが8月10日なんです。青木がいた間ですね これ11年前の8月10日に私が立山に行って撮りに行った写真です。おみこしを担いでるところを見て描いたんじゃないかというのが貝塚説ですね。でこれ今はこの目の周辺をこう巡回するおみこしがこう回るだけなんですが当時はですねかつてはお浜でっていうんですが。 えとで海入っていって出てくるでそれも夕日の時に目立っていう海岸は真西に向いていて、えー、と富士山が見えたりするんですけども真西に向かって夕日に向かってジャブジャブ入っていくっていうそういうお祭りだったんですね。それ、えー、と青木が淡路神社行った行ったって盛んに言ってるんだから年一番のお祭りを見逃すはずはないこれ絶対見てると私は信じてますけれども青木は見たとはある 語ってます。こういう2列渋滞で大きいものを担いでいく男たちっていうのを見たんじゃないかで、えー、と私がそんなこと言ってると同じようにですね、えー、実は島田正宏さんっていうあのこれメラの漁師さんです。漁師さんが「えー、紫神社の夏祭りじゃないか」っていう説を、まあ、私と全く、えー 違うところにいながら、まあ、同じようなことをおっしゃっていて、えー、とこの辺が青木が泊まった家なんですが、えー、と神社というのはこの辺でキ、えー、キロか2キロぐ紫神社っていうのは阿波、えー、神社よりもはるかにち、えー、っちゃいこ人んとしては神社なんだけれども青木が泊まってた家のすぐそばです大谷翔平だったら玉が届くぐらいの距離にあって、えーまあ、こういう神社なんですね。 でそのお梅田先神社のお祭りも夏にあった。えっと7月下旬にやってたらしい。えっと、これはえっと16年の7月17日に撮られた写真ですけれども、えっとこういう今の梅田先神社はお浜でやってるんですね。えー、ジャブジャブ入ってくるんです。えっと阿波神社のおみおみこしは個人舞としてるんですけれども、えっ、ー、と、えー、お浜でをする、えー、そういうお祭りですね。えっとこれを見たに違いない。 というふうに島田さん、ベラにお住まいの島田さんはおっしゃっていて。えっ、ー、と、淡路神社なのか、紫神社なのか、まあど、どっち、どっち、どっちとも言えないんだけれども。おそらく青木は両方ともの、両方ともお祭りを見てるはず。だと、私はまあ、信じています。で、こういったものが、今まで見た絵、新聞、広告、そんなものを混ぜ合わせて。こういう絵につながっていったんじゃないか、というふうに思われます。で、あの、青木は。 その坂本半次郎の話を聞いただけでイメージするそういうイマジネーションイ,メイマジネーションってイメージする力っていうのがすごくあったそれからこういう群像十人の男たちを組み合わせて感情やっぱりこれあの藤島と同じですけども感情を表現する人間を表現したりその風俗を表現するなて自分の感情を表現するそういったものがうまくできた。 人物画家だったわけですねそれからこの絵には「未完成」の魅力これ青木茂自身が展覧会に出したこれまだ未完成だというふうに言っています。というふうに言っています。でこの未完成だ,だったというのは当時のこれを見た日本人にとっては近代国家日本がまだ未完成だっていうことと青木茂という22歳の画家がまだ未完成画家として未完成だ。 とということと、えー、それからこの絵そのものが未完成だったっていうことまさにその完成に向かって進んでいくっていうそういう意識をこれを持ってやっぱり鼓舞されたんですね鼓舞されたで、えーとまあ、さらに言うとこの絵が発表されたときには日露戦争が始まっていました日露戦争が始まった半年ぐらい、えー、とこの絵は、えー、と青木は日露戦争を意識していたとは思えないけれどもこの絵を見たときには 日露、えー、戦争という巨大な大国と向かう立ち向かう日本の、まあえー、ある種の危機ですねその危機を鼓舞される鼓舞されたその危機感を鼓舞されたというふうに感じた人たちも少なくなかったようです。でさらにここで、えー、宣伝ですけれども、えー、クロード・モデルの展覧会をやろうと同じ会期に、えー、とクロード・モデルと違うフロアで、えー、森村康政さんという現代美術作家 私たの方が、えー、ジャムセッションという我々のコレクションとおその現代美術を組み合わせて展覧会ワンフロアでやるんですが、えっと、森村康政さん今数年前からお願いをしていたところを、えー、森村さんというのは実は青木シクル大好きなんですね。でアーティゾン美術館でそういう趣旨でやるならば、えー、俺は海の幸とがっぷり四つに組みたいと。 言って、海の幸を展示し、さらに海の幸からインスパイアされた新作を今作っています。今作って、そういう組み合わせ、で、展覧会をやるという,うなっています。これもぜひご期待ください。青木は、翌年、こういう絵を描いています。え、大鍋の見事っていう古事記、え、古事記から、え、古事記の一番目を描いた。 ですね、これが、えー、とこれあの「大田淵の巫事っていうのは、えー、と名前が5つあってその中で一番有名なのは「大国主巫女」っていう名前なんですが、えー、これ一回あの焼け死んじゃうんですねそれを二人の女神によって、えー、こう再生されるよみがえるというそういうシーンを書いている、えー、です、えー。これが、えー、と海の幸の翌年に書かれたものその2年後に書いたのが、えー、今日の3点目。 和田つみの色好みやという絵です。これも古事記からの一番目を書いたものなんですね。で、古事記っていうのはまあ皆さんよくご存知のように8世紀の冒頭にそれまでこう口伝えで伝えられていた日本の神話を編集して本にしたもの。まあ大変古い、えー、大和政権成立までの神話が 書きえー、綴られた本ですけども、だから,だからといって昔から日本人が大切していた本かっていうとほとんどの人たちが忘れていた、えーとまあ、神社の関係者とか、えー、ごく一部の,その,研究、えー、あの奈良時代室町時代の研究者以外はほとんどの人が忘れていた本なんです。 でえー、と江戸時代の終わりごろ元売りのイライラが出てきて「えー、古事記伝」っていう注釈書を、えー、と30年から40年かかけて書いて、えー、それによって再び古事記というのが注目を浴びるようになった、えー、と19世紀になって注目を浴びてきた本なんですでそれまでどういう物語が書かれたのかよく書かれたのかというとやっぱり「源氏物語」とか「伊勢物語」 それ,から逆にあそれから戦争ですね平,時あの平安時代から鎌倉時代に移り変わるあの戦争とかそれから日本の伝説なんかにむしろ中国の伝説や史実の方がよく書かれていたんですね。えー、古事記といいのはほとんど書かれていません書かれていないで明治時代になって19世紀になって「古事記」がもう一回注目を浴びて明治時代に「古事記」を書いてみようっていう動きが出てくる。 で古事記というのは古い物語だけど明治時代の画家たちにとってはすごく新しい題材だったんですね。どううけばいいいっていうルールがなかったんです。ル、えー、ルールとか、えー、とこうセオリーがない、えー、そういう中で青木は「古事記」を題材にして自分なりの描き方で描いていったでこの場面どういうところかっていうとここに系図を書いておきました。 天照大神の孫の新木の御琴というのが、えー、と天,天下なんです、ねえー、とヒュ日向の国の高千穂に降りてくるそこで、えー、地の神、えー、土地の神の娘であるコロハナサクヤ姫というお姫様ときれいな美しいお姫様と結婚して、えー、男の子が3人できる、えー、長男が蛍木、えー、の御琴っていう、えー、と漁業魚釣り魚をる取るっていうことを職業にしているので海幸彦。 と呼ばれる長男で、三男が狩りですね狩猟を仕事とする、えーまあ、法力みことあの山幸彦と言われる三男。でこのお兄さんと弟がある日互いにこう道具を取り替えて弟が海に兄貴が山へっていうふうに言ったところ、えー、と山幸彦弟の方は兄貴が大切にしている釣り針をなくしてしまうんですねなくしてしまう。 で兄貴はそれを許さなくて、えー、その釣り山に絶対探してこいと。えー、で山里彦は泣く泣く海に潜っていくわけです。えー、海に潜っていくと,、えー、と潜っていったところ海,海の神様の宮殿が海底にあって、えー、その入り口に、えー、井戸があったと。でその井戸のそばに「ゆずかつら」って書いてあるんですがかつらの木があって、えー、それが今っかっていると。うん 宮殿から、えー、次女が出てきて、それで、えー、と、水を汲みに出てきたと。で、その次女が、ええー、その山幸彦が、山幸彦が、ええ、これ天の神様だから、光を発するわけです、えー。青木はちゃんとこう、頭の後ろに、こう、こう、ごくごく差している光を表現しています。えー、光が、ああ、走っているので、驚いて、え見ると、こういう,う、えー、若い男がいたと。 でその男が「水をください」って言うんで水を汲んであげたところをこの山幸彦は止まずに自分が持っていた曲玉玉,です、ね、玉をあの壁の中に入ってそれが取れなくなってしまうでその次女はそのまま水を汲み直して宮殿の中に戻るとお姫様 海の神様のお姫様で豊玉姫っていうお姫様がこれこの玉は玉は何なんだっていうといや実はこういうことがあったそれで、えー、じゃあって言って二人でもう一回出ていくとそこに山崎彦と出会ってこちらの赤い着物が豊玉姫ですお姫様と山崎彦がこう目と目を合わせている目と目を合わせている でえー、2人は結ばれて山崎菊は3年間この海の宮殿に過ごすわけです。で,で3年たって、えー、と探していた釣り針はタイの口に引っかかっていったっい見つかって、えー、それを持ってそれで地上に戻っていく。でその時に和田摘みの狼っていうトヨタビーのお父さんから、えー、と2つの魔法の玉を おまあ、お土産に持たされていて、その魔法の玉を使って。それで、兄貴の海幸彦をやっつけるんですね。やっつける。それで、山幸彦は、地上に戻った後、地上の支配者になる。という、そういう物語です。で、えっ、ー、と、豊玉姫の間、二人の間に。上屋吹き合えずいう、えー、男の子が生まれて。その男の子は豊玉姫の妹、玉井上姫。 っていうのと結ばれて、その間に生まれたのが神武天皇。神武天皇はえ日向からまあ、この辺の話は九州の話日向の話ですけども。もえ日向から大和に入ってきて日本の国の全体の支配者になる。で、まあ、この神話自体はえっと要するに。神武天皇は天の神様の血と。それから血の神様。 えーえー、大地の神様の地とそれから海の神様の地と3つともちゃんと引き継いでますよっていうことを、まあえー、こう説明するような話でもあるわけですけども、えー、とその中の、えー、一番目ですね、えー、とその山里彦と豊玉姫がまさに出会った出会った瞬間それを書いて、えー、います。<laughs> でこの場面を描いた絵描きって他にもあってうちの美術館にもう一点あるんですねこれ、えー、と青木よりも10年後に描かれた小杉美生。これ青木よりも年上なんですけども、えー、と小杉美生、えー、が描いたこれが山幸彦豊田萌姫、えー、これが柚ずかの木井戸ですね、えー、こういうこの絵もなかなかいいんですけども、えー、とこ,うこういう絵もあったりします。でこの私ののいいうこの絵をて、 発表した時に青木は盛んにいろいろな新聞記事で説明しているんですね。でこの絵は、えー、と実は3年かかった本当かなという思うんだけど3年かかったというふうに言っていて3年前というのは海の幸をかきに、えー、立山に行った時ですねでその時に海に潜って、えー、海底の様子を見て非常に感銘を受けたと。えー、とそれをぜひ描いてみたいという希望をその時持って。 ででその後何度かこう潜ってみたっていう,うなことを語っています、えっと、それから、えっと、某所の阿波神社あの坂に出てきます阿波神社に行って神社のお宝を見せてもらってそれからもインスパイアされたそれから壺としては古墳から出る土器を錯誤して作ったこれですねここの部分、えー、古墳から出るうその古墳自体の土器 をつえううたそれからこういう豊玉姫それから次女の首飾りですねこれ「三五真珠海に縁のあるものを描いている」というふうに言っています。それから「古事記の中ではこの山幸彦が吹き,吹き出した玉というのは亀の中壺の中に落ち,落ちてるはずなんですけども。 その中に落ちちゃうと見えないので、えー、ここに縁に引っかかってるように書いてるんですね。この辺はちょっとこう、面白い、面白い工夫です。で、この絵は展覧会に出されて、非常に、えーえー、話題になりました。評価する人と、それから非難する人もいた。で、えっ、ー、と、この絵に対する非難というのは、えっ、ー、と、面白いんですね。西洋美術の影響は強すぎるんじゃないか。っていうふうに、当時言われたんです。 それから3年前の海の幸は海の幸の方がいいと思っている人たちですね海の幸を見る燃え上がるような情熱的表現に比べちょっと物足りないで絵としてはよくできてるけど海の幸のあの盛り上がりはちょっと欠けるよっていう日なんがあったりするんです。で早速ですねあの、えー、とその頃まさに青木がその言い訳がまわしい記事をいっぱい書いています。えーとまあまあ、どんなここととと言っているのかというとこれ、えーとえーと 最最近共通的最新形式ちょっと長ったらしい言葉ですけれども当時の19世紀後半のヨーロッパ美術の最も新しいスタイルっていうのを自分は利用して書いてるんだだからこそ西洋美術の影響が強いっていうのはいわゆる当たり前ですよっていうことを開き直っていますそれからエドワード・バーン・ジョーンズこれイギリス美術の画家それからシャファンヌ これ藤島シの時に出てきますねシャバヌーマンのそれからギュスタブモローこんながたちの影響ってのはあるかもしれないねっていうことを正直言っています。えっと一点だけモローを紹介するとこれうちの美術館にあるモローのこれ水彩画です。この絵は絶対に青木は見てません。えっとアオが生きてた時にはフランスにあった絵ですけども後になって我々の美術館に入ってきた。 こういうい青きはモローの着色法色の使い方に似てるとこあるかもしれない」なんていうことを言ってるんですが、えー、まあこの赤い着物この辺は赤ですね、えー、この辺の色の選び方なんかは「モローの影響がある」というふうに、えー、まあ正直言っています。それから申し訳ないことは、えー、と絵を描く時には「宗」と「地と「義」3種類の要素が成り立たなきゃいけないんだ。 っいうことをまあ思うこう理屈っぽく言ってるんですね。そう想像のそそれから知識の知、それから技術の技、その三つのバランスが大事だ。だけどもあえて言うと、えっと海老蔵さんはそうに力を入れて書いたんだ。それから今度の渡辺の絵コンテやってるのは地に重点を置いて書いたんだ。で今度はまあ技 技術に力点を置いた絵を、まあ、いいたたずれ描きたいなんていうことを言ってるんですが、まあ、そんなことを言ったりしています。えっと渡辺六郎宮は日本神話「古事記」という山日本の神話を絵画化したということに成功しているそれから、えっと、西洋の19世紀末ほとんどあの同時代ではないんですね20年前30年前ぐらいの西洋美術をうまく取り込んでいるそういうところで日本 と、それから西洋というものを融合させているということが言えると思います。で、この絵はえっ、ー、と評判がよ。あの非常に評価した人とあまり評価しない人と色々いたんですけども、えっ、ー、と評価した人のま代表は夏目漱石じゃないかと思います。夏目漱石がえっ、ー、とそれからという小説。 これ私この絵が描かれた二年後、朝日新聞に連載された小説ですけれども、えっとあのその小説の中の途中ですね、大輔という主主人公は自分は赤は赤っていうの嫌いだって言い出すんですね、言ってるんです。で赤は嫌いでどういう色が好きなのかっていうと緑が好きだっていうふうに言うんですね。でここに面白いことはできるならば自分の頭だけでもいいから 緑の中に漂わして安安らか「いくらいいであるいつかの展覧会に青木という人が海の底に立っている背の高い女を描いた」えー「大輔は多くの出品のうちであれだけがいい気持ちにできていると思った」えー「つまり自分はああいう沈ん,で沈んだ落ち着いた状況に降りたかったからである」というふうにまあ主人公に言わせてるんですが、えー、とこの映画その展覧会の中で、えー、この絵だけ良かったという思ったのは夏目漱石本人ですよね。 でそれを主人公に言わせている。で、このえっ、ー、と緑、赤と緑っていうのはえっ、ー、と実は非常にあのそれかなという小説の中で強いあの伏線になっていまして、これあの図画が悪くて、えー、ちょっとこう緑に見えないかもしれませんが実物を見ると赤とか青を使ってるんだけど全体が緑っぽいんです。緑っぽいです。これ実物をぜひご確認ください。で、このこの小説を最後のページ。 えと大輔っていうのは、えー、父親の遺産で働かなくてよかったんだけれども人妻との恋愛によって、えー、感動されて働かなきゃいけないことになって、えーとえー、家を出て、えーあのー、仕事を探しに出かけるところで終わるんですけどもその仕事に出かける時に自分の目に飛んで,飛んできたのは赤だっていうことを書いてるんですね。 こういう赤、こういう赤、電車の赤、ポストの赤、いろんな赤が目に入ってきて、えっといわば大輔は緑の世界にいたかったんだけど、赤の世界に飛び込まなきゃいけなくなったっていうところで小説終わるんです。そういう伏線にこの絵使われてるんですね、使われている。えっと青木はこの絵を25歳の時に描いて、この絵が発表された。 展覧会が終わらないうちに故郷の久留米福岡県久留米市に戻ってしまってその後、放浪生活に入りますでその3年後4年後ですね4年後に肺結核で亡くなってしまう28歳29歳になる年28歳で亡くなってしまいましたこういう絵を青木が描いている時に先生だった藤島武どこにいたかっていうと実はローマにいたんですローにいたんですね えとこちらはローマから帰ってきた後と43歳ぐらいの藤島武次ですけどもローマでこんな絵を描いているこれ2つ並べるのは実はここの写真のこれですねこここの絵がここにか,かっているんですさっき久保を見ていただきましたけどもここに、えー、この絵がかかっているアトリエにかけていた絵ですね。えー、とローマでは風景画を描いていてます ヴィラ・ファルコニエリっていう貴族の別荘だったところを描いているしそれからポンペイにも出かけていますこういう時代に今日の4点目黒という黒いいいをを持った女性像を描いているいます、えー、とこの絵はあの現在は重要文化財に指定されて、えー、藤島滝の代表作の一つだっていうふうに言われている,いるんですけれども実は藤島滝はこの絵を誰にも見せなかったんですね見せなかった。 なんと亡くなる前の年に初めて展覧会に出品するんですね亡くなる前の年です734歳ぐらいの時に初めてこの絵を人目にさらすんですねでこれ小森史郎さんっていう藤島真弓のお弟子さんがですね病床に疲れてから先生から鍵を預かってアトリエの 先生の藤島先生のアトリエの整理に入ったらこういう絵が出てきてそれで、えー、取り出してきたら、えー、藤島先生は大変喜んでくれたっていう思い出話それからもう一人の画家中村啓一はこの絵のことをどうも知ってたらしいですね、えーと。乱暴に貼り付けられていたたのを見たことが 記憶してているなんていうことが書かれ,ていますでこれは小堀史郎さん画家ですけども小堀史郎さんがアトリエから引っ張り出してきて当時その頃ろ島武二はもうアトリエで絵描かなかったんです、ね、体が弱くなっていて家のお母屋の方で小さい絵を描いていたらしいんですがこの絵出てきて、まあ、大変喜んだニスを塗って木枠に貼って額縁に入れたり大変喜んでこ度は記念写真撮ってます。 えー、国戦とあの藤島武えっ、ー、とでローマ時代にはこういう上線図も書いています。えっ、ー、と国戦と同じ頃ですね、えー、に書いています。でこのお国戦は、えー、ローマで、えー、藤島隆次が40歳40歳頃ですねローマに行ってそれでもう一度絵を勉強し直してさっき言った ご覧いただいた「天平の面影」のようなそういう書き方からもう一つこうステップアップできた、えー、と本人はあのヨーロッパで別に何にも変わらなかった、えー、自分が変わったのは体格だけだ太って帰いてきたんですねあのどうもイタリア料理が肌にあったらしいんですが太って帰いてきて自分が変わったのは体格だけだって言ってるんだけれども絵、えー、もうやっぱり変わって,変わってきたでこれは、えー、と油絵の具をすごくうまく、えーえー 使いこななせるようになったそれから、えっと、藤島が行ったヨーロッパの時には藤島はセザンヌポール・セザンヌの開講展を見たりしています、えっと、最初冒頭でご覧いただいた、えー、セザンヌああいう山の絵がありましたがああいう絵を見ているしそれからマチスとかそれからイタリアだと未来派っていうようなグループとかそういう人たちを知っていたんですね知っていた。 どうも最先端の美術をかすってるんだけども自分にとって役に立つものだけを取捨選択して学ぶことができたそういうそれはやっぱり30代後半でフランスヨーロッパに行ったっていうことが大きかったと思いますが自分に必要なものだけをこうヨーロッパで圧倒され潰されるんじゃなくて自分が あの自分の糧になるものだけをこう拾い上げて身につけることができた、えー、ということが言えるんじゃないかと思います。それから面白いのはあの晩年、えー、藤島武司は単純化があの画館としてのの目指すべきものだ、えー、絵はどんどん単純化しなきゃいけない、えー、あの必要ではないものをどんどんと削ぎ落としていって単純化しなきゃいけないということを言ってるんですがそういう足がかりをどうもフランスで、えー、ヨーロッパでいた。 ということは言えるかもしれません。で我々の美術館、えっ、ー、と一昨年ですね、この絵を収蔵しました。これは国絵を描いてからえっ、ー、と15年後ですね。1年15年後にこれ日本人モデルに中国服を着せて、えー、あの描いた絵です。えっ、ー、とこれ実はこの横顔っていうのは これ藤島武志がまさにこの頃言ってるんですけども、えー、とイタリアで見たルネッサンス絵画でこのルネッサンスの頃の肖像画は、えー、と正,面と正面ちょっと斜め4分の3正面っていう典型的なパターンモダリザみたいなパターンもと並んで真横から描くっていうパターンも大きかったあったんですねでその、えー、真横から描く肖像画というのが、まあ、大変気に入って、えー、ずっとあの楽しんだ。 っいうことを言ってるんですが、これはそのルネッサーズの書き方、イタリアのルネッサーズの書き方をで、えー、ポーズで書いてるんだ。えー、とつまり、えー、中国とかそれから日本人それからこれ後ろは、えー、ソトバロシの一節を書いた。 あのレンという板ですけれどもこういったものを混ぜ合わせて日本と中国日本中国それからヨーロッパイタリアそういったものを混ぜ合わせた世界をここに、まあ、結晶化しているそういう作品ですね、まあ、これがこれを我々の美術館収蔵できたら大変大きい出来事で今展示中ですこれも9月5日まで展示してますのでぜひご覧いただきたいと思います。 で藤島武司は、えー、とこの1920年代、えー、と女性の横顔像特に中国を着た、えー、女性の横顔像と坂に描く坂に描いて、えー、手の中に出品しています。でそれがなぜか、えー、ピタッとやめてですね今度は風景を描き出すんです。えー、とこちらが、えー、と神戸の神戸の方から淡路島を見た風景がですね これは1929年この年から風景が中心になります人物像を描、まあ、くんだけれどもすごく少なくなって風景になる3年後にはこれ屋島四国の屋島に行ってこれあの目木島っていう島ですねこちらは午後、まあ、なのかなこちらはあの午後ですね、えー、と夕日がこう差し始めてきた午後の,午後の,あの夕方よりもちょっと早い時間帯 そういう時間帯を描いて、いる上で。これはまさしく、藤島が万年目指した単純化。っていうことを、次々進めていった。あ、そういう典型ですね。え <coughs>、それから、えっ、ー、と、茨城の大洗いにも出かけていって、海の絵を描いています。で、やっぱ、りこれを見ると、黒どんまでは、こんなの、やっぱり。藤島してたんじゃないかな、っていう気がしないでもない。で、この大洗いを描いた海の風景。 っていうのが我々美術家にとってすごく重要だっていうのは、えー、と我々の美術館の創設者である石橋翔二郎が最初に買った藤島武史なんですでこれが、えー、と展覧会で石橋庄次郎がこれを見て是非欲しいとで藤島武二これは気に入ってるから手放さない、えー、とこれ時間をかけて藤島武二を説得して購入したんですね。 購入した絵なんです。で、この後次々に、えー、石橋昌次郎は藤島武次の作品を収集していきます。現在、アーティスト美術館には60点以上の藤島武次がある。これスケッチブックとか、えー、あの危ないのか、全部ひっくるめてるんですね。で、その中の大きかったのが。 この国でこれはどうも藤島丈司が亡くなる前の年、あのー、一回脳一血で倒れるんですけれどもで藤島丈司は、えー、とこの国船を含めてこれ国船は誰も見せなかったわけですけれども誰、えー、も見せ,か見せなかった絵それから、えー、と自分の応接場に来れば見せて,見せていた絵、えー、そういう手放すつもりがなかった絵っていうのが十数点あったんですね。 そういういのをった。自分もどうなるかわからないっていう時にしかるべき人物に託そうということで白羽、えー、の矢が立ったのが当時あの藤島猛二郎は、まあ、続行で気に入っていて、えー、と石橋庄司本当かどうかわからないけど月に1回藤島猛二郎を訪ねて話し込みに行ってたっていうんですねで、まあ、そういう石橋庄二郎に、えー、ぜひ託そうと。 いうことで、ま、とでまめて十,十数点を手放すでですすね手放す、えー、とでその時にどうも将来石橋長次は美術館を作ってその中であなたの絵を大事にして大事にします美術館を作ってあなたの絵を大事にしますということを口約束だけでもそういうことを言っていたらしいでそういう心意気に、えー、あのー を感じたからこそ、藤島武次は大事にしていた絵を最後を託すようにして手放したんだろうというふうに思われます。この写真はもちろんこの国政を手放すときの記念写真ですね。えっ、ー、と左右から2番目が石橋昌二郎、左から2番目が藤島武です。えっ、ー、とこういった石橋昌二郎という我々の美術家の創設者に深く関わった藤島武の作品。 といううのが、ちには60点ある。それからなぜ青木繁の絵が多いのかというとこの石橋長次郎が福岡県久留米市の出身であって、えっと、石橋長次郎に7歳年上あの青木が7歳年上ですけれども同じ久留米の郷土の先輩でもある画家の絵を集めようということで青木の絵がたくさんあります。 えっと、我々の美術家にとっては藤島武司それから青木繁とは大変重要な美術家の成り立ちに深く関わる絵描きで大変大,大事にしている絵描きですで今日は14文化財に指定されている4作品を中心に2人の画家についてお話をいたしましたこの14文化財の4作品というのは現在展示中9月5日まで展示中です それからこのスライドの中でいくつかご紹介した作品というのは今展示室に飾ってありますのでぜひご覧いただきたい実物をご覧いただきたいというふうに思っております、えー、と私の話はここで、えー、中嶋ということでどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたえっと皆さんあのぜひ チャットでご質問とかはいえー、っと今ちょっと来てますねこういうのは来てましてはいあ,あ あの今のご質問は、えー、同じ頃に書かれた海の幸とそれから、えー、と自画像ですね、えー、青木茂の海の幸と自画像が、えー今出しますえー、こういう自画像とそれから海の幸。あの ほと同じ年あるいは一年違いなんだけれどもすごく自画像は暗いタッチでそれから海たちは、えー、まあ黒とか濃い色を使ってますけれども、まあ、華やかな造形でこの深幅の差はどうなのかっていうことなんですけれども、えー、とやはり画家っていうのは、えー、すごくこう幅があって、えー、と同じとしてもやっぱり、えー、まあ同じような絵ばっかり集中的に描く絵描きもいれば。 あ,のある幅の中でこう行ったり来たりする画家もいたりしますで、青木はあのすごくこう感情を絵に、えー、ぶつけてそれをこう自分なりに表すということがすごく優れていた画家で。えー まあこういう自画像は自分の中のこうドロドロとした部分え自分が持っているこう不思議な力自分でも押さえつけられないような不思議な力っていうのをこう出すっていうことにえまあ集中しているそれからこれは館山のメラという土地でこう自分が吸収したえ海の匂いとか風の風とかそれから真夏の日差しの暑さとか というか神話メラ奈良時,時,時代からこう歴史がある土地ですけどもそういう積み重ねた歴史そういったものを全部ひっくるめてその土地じゃなければ表せなかったものっていうのを出している東京のアトリエでコツコツ描く字画像と館山に出かけていってその土地真夏の暑いその浜辺で描いたものとのやっぱりシチュエーションの幅 というのが、青木の中のある幅の中で、こっちに行き、それはこっちに行きということを、ほぼ同じ時期に出したということじゃないかというふうに思います。あのどちらもこの自画像も、それからこの海のちも、やはり青木でなければ描けなかった、当時の青木でなければ描けなかったということが言える、まあ、それは共通しているんじゃないかと思いますありがとうございます。 えとチャットでご質問をいただければと思いますけれども、これあの、ちょっとその質問なんですけれども、さっきあの、美術学校を卒業して、すぐに3、4人で、4人に行、はいはいね、それっていうのはどうなん、当時はそういうものだったんですか。 <laughs> えっとあの当時の、まあ、記録を見ると、まあ、あの電車もない車もないのに、まあ、本当にいろんな人がよ,よくいろんなとこ出かけていて、うん、でこの立山の目ラっていきなりあの青木が行ったのも不思議は、まあ、不思議なんだけどもすで、うん、にもう画、ねうん、塾の先輩とか東京美術学校の先輩からまあ口伝いであそこ行くと面白いよっていうのを聞いたりして、うん、それで行ったんだろうと。 なるほど思われます。そうですか。えっ、ー、と一つ質問が来ているようですね。あの海の幸の中で顔が奇妙に白い人がいます。あここですね。黄みをにというか、はい、顔が白いですよね。はい、これは何を表しているんでしょうかという質問でございますが、はいはい、これはもう青木に聞かなきゃわからないところではあるんだけれども、あのこれえっ、ー、と海の幸を我々まあずっと高い付き合いの間に。 X 線でレントゲンで撮ったり赤外線カメラで撮ったりして超科学的な調査をしてるんですがえと X 線で撮るとえここのえとえ人物の右から4番目の人物の一人だけこっちを向いてるえ皆さんの方を向いてるわけですがえとこれ最初は前の方を向いて画面見て左の方ですねえ左の方をえ見て描いて。 書かれていたってことがわかりました。で、ある時点で、青木が書き換えてるんですね。で、いつ書き換えたのかってわからない。で、それは、えっ、ー、と、最初に。えー、展覧会いたした時に。えっ、ー、と、今だったら展覧会カタログって、こう、必ず版の、綺麗、うん、な印刷物を作りますけど、当時そんなものを作りませんから。えっ、ー、と、えー、一番古いこの絵の図版っいうのは、明星っていう雑誌の。もろもろのちっちゃい図版なんですが。うん それだとこう人物が変わってほとんど潰れちゃってるんですどっちを向いてるかよくわからないでその時この人物がどっちを見ているかよくわからないんですがおそらく展覧会が終わった後アトリエでコツコツ書き換えたんだろうと思うんですんだからここだけちょっとあの厚縫い丁寧なんですねなんで,すで、なぜ一人だけこちらを向かせたのかっていうと、うん、それは やっぱり、えー、と私のそこれ、まあ、これ想像でしかないんだけれども絵の中の世界と絵を見る人たちと,と強引にこう結びつけるうそういう力をこういう,う一人の人物の視線目線で、えー、作ったんじゃないか、えー、作り出したんじゃないかこれは、えー、とさっきご覧いただいた「大田淵のみこと」っていう女神の一人が、まあ、やっぱり皆さんの向いてる あれも実は最初は下の方を向いていたのがあのこう画面の方を向いた書き換えたってことが分かるんですがそういう工夫をどうも青木はしていたんですねだから青木は絵を立体的に絵の中と絵の外を見る我々と結びつける工夫をいろいろこう巧み,巧みにやっていてその中の一つがこういうこっち側を向くちょっと書き込んで白塗りに というような感じの、えー、人物像に、えー、ちょっと、えー、現れているということが言えると思います。うん、えっと今のご説明の中で展覧会後に書き加えるつまりもう完成まあ未完成というお話もありましたけれども、はい、その後でそうやって手を加えるということはよくあることなんですか。青木はもう気がないからい手を入れ続ける。<laughs> いてで、えー、まあ,あ,我,あ我々が見るとさっさと切りつけろよと言いたくなるような感じなんですが、うん、あの途中で放棄しちゃうとかあるいはこうういつまでもやめられないっていうか、うん、それからあの、えー、と決してこう豊かではなく貧しかったので画材がそんなになかった。 恵まれたわけじゃないので、うんえー、そういうこともあって一つに、えー、一家族のええ、ひと数少なにこう固執してコツ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 作り続けつ作り続けるっていうこともあったのかもしれません。うん、そういう側面もあると思います。うん、ええー、と、あの今回のさい講座のチラシの中で、えー、まあ。 明治30年代、いわゆる「明治ロマン主義」という言葉があるんですけども、まあ、その,この,この今日のお二人っていうのはそこの代表藤島猛治はすごく長命だ70代まで生きた人なので明治ロマン主義の前もそれから後も生きた人ですけれども、うん、えと青木の活躍だけを見るとやはり。 ロマン主義と呼ばれるこれはあの文学上の用語で与謝野明子とか、えー、あの今まで思ってみなかったような誰も思わなかったような感情を歌い上げるっていう作品を文学上で次々に出していたあのまあえっ、ー、とこうエポックメイキングなのはさっきの「乱れ神」ですけども、うん、ああいう時代になってきてあ文学とか 絵画っていうのは感情を表す表せるんだな。っていうことにこう。人々が急速にこう関心を向けていった。そういう時代なんですね。で、そういう時代にこう寄り添うように。じゃあこういうのができたよ。こういう絵も描けるよ。っていう風うに本当にうまくその時代の、えー、時代の要望に応えることができたのが。 やっぱり藤島と青木だったっていうことが言えると思いますね。で、この時代が終わると、もう明治維新終わって、もっとさまざまなものがこう次に出てくるので、うんうん、えっと1900年代以降からすると明治主義はちょっと古臭いっていう時代にもこなってくる。うん、やっぱり19 1900年代だからこそか、えー、けたということは言えます、ね。その変化し始めたという。そうですね。はい。うん。 ちょっとさ,いさっきの,あの白い顔に戻るんですけども、はい、白い顔は青木本人ではとの説があるというそ,それは初耳ですか あ、あのこれえっ、ー、と <laughs> 要するに青木自身はえっ、ー、と海の幸についてほとんど語ってないのでえっ、ー、とだからそれを私はおみこし説だとかまあいろんなことはいろんなこ,いろんなことを言ってで特にあのこの美術家の学芸をやってると、うん、えっとこの絵のもとになったのはなんだっていうことをこういろんな人から時々手紙とか電話とかかてこう,いうものは,、うん、は私の 大発見じゃないでしょうかっていう。それはあの例えて言うとヤマ、えー、大国がどこにあるのかっていうヤマ大国論争とか <laughs> それから党首さえ楽は誰かっていう党謝楽論争とか <laughs> そういうのと同じで青木家の海の幸はだだなな,何なのかっていうのがまあいろんな人がいろんなこと言えるんですね。青木は何も言ってないからなるほどいろんないろいろいろなことをいろんな人が言ってでこの白い顔についてはえっ、ー、と青木の自画像だ。 いいう人もいるし、それから、えー、と福田孝英さん一緒に行った恋人のどっちに結ばれる、えー、翌年に福田ランドが生まれるわけですけども、えー、と福田孝英さんだっていう人もいれば、えー、とこれはその青木が、えー、思い浮かぶ、まあ、永遠のこう理想の人物像じゃないかっていう人もいたり、まあ、い,ろいろんなことは言えると思いますね。うんそうですか いいろいろ、ね、この絵画が描かれる背景だったりその環境だったりを今日いろいろ詳しくご説明いただきましてありがとうございます。これでまたあの絵を見る楽しみが増えると思いますので、えー、先ほどあのご紹介あったように、えー、今の展覧会で9月で9月5日までアーティソン美術館で展、えー 会が今日ご紹介した会が見れますので、ぜひ足を運んでいただければありがたいなと思っております。はい。じゃあ貝塚さん本当にどうもありがとうございます、はい。はい。どうもありがとうございました。はい、えっと、<laughs> えっと、それではあの最後にあの私の方からですね、え今後の、えー、京橋細工の芸術文化講座。 4月から2021年度ということで今企画しておりますこちらのスライドに今出ているかと思いますけどもこちらのですね2021年度アートと生活これをですねテーマとしましてとりあえず9月までの6回こちらに写真で出ていらっしゃいます方たちにお話をしていただきたいと思っています。まあアートデザイン 工芸ビジネスさまざ、あ、まな分野の講師の方なんですが日常生活におけるアートへの気づきそれからアートを取り込んだ生活の楽しみ方こういったことをですね分かりやすく優しくお話をしていただく予定でございます。4月の21日から始まりまりすけれども 貝塚さんいらっしゃるアーティゾン美術館の副館長でいらっしゃいます笠原さんに、えー、美術館とは何かアーティゾン美術館を考えるとまたアーティゾン美術館でいろんな取り組みをしているようなこともですね解説していただく予定にしております。えー、それから5月月広村さん6月橋本真理さんん6橋本 7月が安西さんと増村さん8月の18日が杉浦さんと増村さん対談ですねで9月の15日が佐藤さんということで、えー、アートと生活をテーマにしましてですね、えー、この6回の講座を計画しております詳細につきましてはホームページ、えー、2月の18日からホームページを新しくしました。 えー、そちらのホームページをご覧いただきますと、それぞれの講座の詳細についてですね、記載されておりますので、えー、それをご覧いただきまして、えー、ぜひお申し込みの方をよろしくお願いしたいと思っております。えー、それでは本日、あのー、冒頭でですね、ハウリング等を発生させてしまいまして、ちょっとお聞き苦しいところがありました。 あの大変申し訳ございませんでした。えー、まあ、今後もぜひ京橋サイクの芸術文化講座こちらの方をご視聴いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。